DJ コーの電光石火ライター。さあ今回はですね、コーガール4号のほのかとですね4号パン作りお願いします。クロワッサン作ってみたいと思います。実は俺ね、パンが大好きで毎日食べてる。毎日食べてるんですか？そう、だいたい塩パン、ね、クロワッサン大好きなんで、今日は実際に手作りで。実は2人ともパン作り初めてでーす、よし、一応見ながらやっていきます。うん、見ながらやっていこう。はい、用意したのは強力粉、砂糖、塩、イースト菌、牛乳、レモン果汁プラスバターと折り込み用バター。最初は何からやっていくんですか？これまずは、これまずは、うん、バター以外の材料をボウルの中でこねるって書いてあるので、はい、150g って書いてあるので全部測ってやるってことですか？これで、じゃないよ150、怖い。150って、こんなちょっとでいいんよ、すごい。そして砂糖を 5g 入れたと思います。じゃあ次、イースト、牛乳を 95g。 あ、1滴、よし、じゃあこれよ。こんだけ少ない。これこんな少ないんですか？これで何作んの、こんなんで。これ結構少ないですよね。少ないの、袋物全然これ用意されるんですよ。あ、てことは 15g だけやったくせにやばー、それじゃじゃーん、やっと量が多くなったよし、じゃあ混ぜます。お願いします。すごい、いいでしょ。はい、粘土みたいおにぎりじゃないですか、それ。よし、いいんじゃない。はい、そして冷やしてる間に折り込み用バターを四角く薄く伸ばす。これ一回取って、もう一回新しいラップえ、これどうしよう、これ。あ、でもこんぐらいの形でいいっぽいですけどね。じゃあこれをまた冷凍庫で休ませます。はい、おー、卵をこうやって、卵、これは嬉しい。もっと黄色くなるイメージ。よし、いいじゃないですか。はい、OK です。どこの段？下、一番下？真ん中でいい。この辺かな。めっちゃいいよ。わー、たっぷりバターも。わー、うまそう。うわ、光ってる。わー、そういうことか。なるほど、焼き色いいじゃん、めっちゃめちゃ。外側がちゃんとカリカリしてて、中がちゃんともっちりしてるから、それでいてそこまでね甘くなくて、バターの香りが広がる、うん、大成功ですね。大成功だよこれ。どうなることかと思いました、最初の一口の一口だけというわけでですね、初めてのパン作り、クロワッサン作り、お味は三つ星です。よかった。